こんにちは、リカキャプテンです。こんばんは。今日も見てくださってありがとうございます。あと、いつもいいねとかコメントとか本当にありがとうございます。はい。今日はですね、こんな感じで可愛いミトンの手袋を作ってみました。はい。ミトンの手袋って、まあ、両方同じ意味なんですけど、ミトンを描いてみました。はい。こんな感じでですね、網目模様みたいなこういうジグザグの、はい。こういうテクスチャーがあるので、それを使ってですね、こんな可愛らしく作れるんですよ。で、よくある、まあ、模様がこう編み込まれてるやつじゃなくて、こうグラデーションになってる手袋とか靴下とか最近あるじゃないですか。はい。あんな感じのちょっとグラデーション系のものをちょっと描いてみたんですね。で、グラデーション系にするとですね、模様を描くよりもずっと簡単にこんな可愛い手袋が完成するんですよ。はい。なので模様を描くのも素晴らしいんですけど、ちょっと今日はこんな感じでグラデーションを作ってみましたので、ぜひ皆さんでやっていこうと思います。はい。このですね、ギザギザの模様ありますよね。この模様が無料ブラシなんですよ。そう、以前ですね、私が紹介した300以上の無料ブラシの動画ありますよね。その下の方の概要欄に載ってるので、それを後でご紹介しますので、はい。で、それをですね、そっから取ってきただけなんですよ。はい。で、どのブラシかっていうのをちょっと後ほどお話ししようと思います。はい。私は今回普通のスクリーンサイズにしました。で、今回ですね、どのペンでも大丈夫です。どのペンでベースを描いてもいいんですけど、無料の他のブラシを使ってみようかなと思って、はい、いろいろちょっと試してみて、プロクリエイトチームがですね、提供してくださってる、このスイートトリートっていうのがあるんですね。その中のラテっていうブラシを使っていこうと思います。で、このラテっていうブラシの特徴がですね、すごい可愛くて、こんな感じですね、端っこがケバケバがつくんですよ。これ可愛くないですか？ね、ケバケバついてもいいし、つかないのであれば、おすすめはもうすでにデフォルトで入ってるものの、アーティスティックのプリムソールっていうのもいいです。これはですね、ケバケバがつかなくて、これ綺麗な感じの線が描けます。こんな感じで。こういうのが好みな方はこれでいいです。私の先ほどのものはこっちです。はい。で、そうするとこんな感じで、そんなにケバケバつかないし、ですね、このテクスチャーがですね、こんな感じで面みたいな感じになってるんですよ。すごい可愛くないですか？ね、プリムソールでもいい、プリムソールでもいいし、はい。お好きなものを使ってみてください。せっかく無料で撮ったので、ちょっとスイートトリートで私はやっていこうと思います。はい。で、このスイートトリートの特徴がですね、一回離して描くとこんな感じでちょっと濃くなっていくんですね。はい。なのでそこら辺を考慮して、まあ濃くてもいいならいいですし、模様みたいなものを少しこう味わいたいんであれば、あんまり何回も何回もペン離さない方がいいかもしれないです。はい。じゃあこんな感じでちょっとやっていこうと思います。はい。こんな感じでちょっと親指がですね、親指の方も一気にこう描く感じ。そうなんですよ。なのでここら辺がちょっと何回かトライするといい形ができるんで、こんな感じでまず描いて、ちょっと親指もちょっと出すと。はい。こんな感じですね。まあ、いいんじゃないですか。はい。あ、いい感じで形できたと思います。OK です。で、この形でですね、もうちょっとなんか伸ばしたいなと思ったら、これ、矢印マークでちょっとタップしてやるんですけど、この時にですね、こっちにまっすぐ伸ばしたいじゃないですか。フリーフォームで。ちょっと長くしたいなって言った時。だけど、フリーフォームって90度のベクトルの方にしか行かないんですよ。このままだと。はい。なので、この黄色いポッチを取って、少しこうやってですね、動かすんですね。はい。その時にちょっとスナップをかけます。はい。スナップをかけて、シューってこうやって動かすと、ちょっとシャキーンとこうやって、シャキーンとくるところがあるので、ここで一回ですね、こっちのベクトルに行くよっていうのを合図してください。はい。そうすると、フリーフォームでこっちの、この手袋の、この角度のまま、まっすぐ行くので。で、これで伸ばしたり縮めたり自分の好きな形にしますよと。はい、しました。で、私はじゃあこんな感じでいいかなと思います。はい。でですね、ここら辺もちょっとふわっとさせたいので、この調整ボタンの歪みのプッシュで、このぐらいの大きさかな。はい、プッシュで少しプッシュします。シュッシュッシュッ。あ、そうすると、あ、かわいい感じで、いい感じになりました。はい。じゃあ、この形でいこうと思います。はい。で、これができました。できたらですね、1個上にレイヤーを付け加えます。はい。で、ここからですね、今度は、イラリアさんのブラシを、はい、取っていきます。で、このイラリアさんのブラシの中の、この、フットステップとか、15フットステップ、ライトとか、シャドウとか、まあ、どっちでも好きなのでいいんですけど、ここら辺をちょっと使います。はい。なので、皆さんはですね、300以上の無料ブラシ取れますよっていう動画に行って、
ていただいてもいいし、私の概要欄、この動画の概要欄にも載せておくんですけど、はい。で、このスイートトリートとイラリアさんのこの両方を2つダウンロードすると、私と同じものが書けるようになります。はい。で、ダウンロードの仕方はその300以上の無料ブラシの方を見てください。はい。でですね、このイラリアさんのこの沸騰ステップの特徴としてですね、こんな感じで、ここら辺のちょっとブラシサイズ、大きくしようがちっちゃくしようが、この下のベースの模様は同じなんですよ。大きくしてもちっちゃくしても、ベースの模様は同じ大きさなんですね。はい。なので、そこら辺を考慮すると、例えば、この、ミトンの形に対して、ちょっとイラリアさんのこのですね、網目模様がちょっと大きすぎたりする可能性があるので、もし大きいなと感じた人は、模様を小さくする方法として、これを1個複製します。1個複製して、複製したものをいじっていきます。なぜならベースのものは残しておきたいじゃないですか。せっかくイラリアさんが作ってくれたやつ。はい。なのでそれは残しておいて、こっちの複製したものを調整するんですけど、このグレインっていうのがこの模様なんですよ。このグレインを、この比率っていうのをちょっと小さくします。小さくするとこっち見ててください。小さくなりましたよね。で、大きくなりました。小さくなりましたって言って、そうですね、もともと16だったんですけど、10とか8とか、まあ好きなこの辺りとかにしてもらって、OK。はい、完了するとこうやって小さくなりました。はい、どんな感じになったかっていうと、こんな感じで、いい感じで、ね、この手袋に合いそうな目地の大きさになりましたよね。はい、という感じにします。はい、したらですね、こんな感じで、一つ上のレイヤーにこんな感じで書きます。書いたら、この目地がこの、方向として90度まっすぐになってますよね。なので、これをちょっと回転させて、手袋とお揃いにしたいんですね。なので、この、矢印のところを行って、またこんな感じで、ちょっと調整します。で、この時にちょっとスナップが邪魔になるので、こんな感じかな。こんな感じで、手袋と同じ角度になりましたよね。はい、なりました。OK です。で、そしたらですね、この網目応用のやつをマスクをクリップします。はい。マスクをクリップ。マスクをクリップすると、この、ミトンにしか書けないので。はい。で、マスクをクリップちょっとよくわからないという方は私の概要欄に載せておきますので、そちらを見てください。はい。でですね、この網目模様が、この元々はこの標準っていうものになってたんですよね。はい。で、このアルファベットのところタップすると、こんな感じでですね、レイヤーの、ブレンドモードっていうのが出るんですよ。はい。なので、こんな感じでいろいろな焼き込みの方法があるので、ここで焼き込んでみてください。この焼き込みカラーとか可愛いですよね。はい。あとは、オーバーレイとか。オーバーレイとかだとこんな感じで、ちょっと薄く可愛い感じになりますし。はい。なんでもいいです。じゃあ、ちょっと私は今回オーバーレイにしようかな。はい、オーバーレイにします。はい。じゃあ、こんな感じで可愛らしい目地ができました。はい、いいですね。いいんじゃないですか。はい。でですね、このベースのこの、ラテで描いたやつっていうのは結構ですね、透けてるんですよ、実は。ここら辺見るとなんか透けてる感じありますよね。なので、例えば背景を黒くするとこんな感じでですね、背景の色が映り込んじゃうんですね。はい。なので、映り込まないようにちょっとします。はい。で、その方法として、これをですね、一回複製します。なので、これをまず、2本指で右にスライドして、アルファロックっていうのをします。まあ、右にスライドしなくても、ここでアルファロックっていうのはできるので、アルファロックします。はい。で、白くして、色を白くして、レイヤーを塗りつぶす。はい。そうすると、今、白くなりました。で、上をちょっと隠してみます。白くなったら、こんな感じになってます。はい。で、これを複製します。で、何個も何個も複製します。そうすると、真っ白になりましたよね。はい。で、それをまず、ぎゅーっとつまんで、一つのレイヤーにします。はい。で、これをまたちょっと複製します。この5個ぐらいになったら、またこうやってギューンってやって、一つのレイヤーにします。はい。そうするとですね、このピンクの方をこうやって表すと、ピンクの可愛らしい、ちょっと透け感のあるテクスチャーは残ってるけど、下から透けないようになりましたっていう感じです。はい。で、これをまたですね、ちょっとアルファロックを取っときます。はい。そんな感じで、OK です。で、このピンクをですね、ちょっともう一つ保険で1個複製しておきます。はい。で、これを1個、下の方にして、ロックしておきます。はい。で、この1個目の、この上のやつ。上のやつを少し、
あのグラデーションにしていくんですね。はい、でこのグラデーションにしていく方法として、あのいくつか方法があるんですけど、ここのですね、リボンマークのフリーハンドを使って少しギザギザに合わせてグラデーションを作っていく方法を1個ちょっとご紹介しますね。はい、こんな感じでシャーってギザ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 ってやりますよね。はい、そしたらフェザーっていうところ行って、ちょっとでちょっとだけ、まあ10ぐらい、10も行き過ぎかな、はい、7とか6とか、はい、にして、この調整ボタンの色相サイド明るさのところ行って、こんな感じで色をちょっと変更していきますね。こんな風に一気に変更できるんですよ。可愛くないですか。はい、ちょっとこんな感じ、はい、いいですね。ちょっとグリーンカーキイエローみたいなのにしますと。はい、でこれ1個終わりました。はい、またここをフリーハンドのところやって、でこのミトンのですね、親指のところは、あのこの4本指よりもこっちの方が下にあるっていうイメージなので、ここら辺からこういう風にやっちゃうとちょっとおかしくなるので、このミトンのですね、ここら辺からこんな感じでやっていくって感じですね。はい、で少しフェザーもこんな感じにしとく。はい、でここまた行って色相サイド明るさで、今度はちょっとピンク色にしてみようかなって言って、はい、で少し赤を強くしてみようとか、こんな感じでここら辺の明るさとかも調整してみてください。はい、じゃあこんな感じでいろいろグラデーションができました。はい、でですね、ちょっとここら辺が不自然だなと思ったら、このぼかしツールでソフトブラシとかを取ってもらって、ちょっとぼかします、ここら辺を。でもう一つの方法は、もう直接上に乗っちゃう、塗っちゃう感じ、乗っちゃうじゃない、塗っちゃう感じ。はい、でこれの上に1個レイヤーを付け加えます。はい、でお好きな色をちょっと取って、例えば黄色とか、はい、でですね、あの塗るものは何でもいいんですけど、例えばエアブラシのソフトブラシあたりをちょっと取ってもらって、この目地に合わせて少しこんな感じで塗ってみる。こんな感じでグラデーションっぽくなるように、この上がふわっとした感じになりますので、はい、こんな感じで塗ってみたりして、その後にですね、このあのブレンドモードを少しこうやってあの焼き込んだりなんかしてみても可愛いですよね。はい、ジョーさんとかも可愛いかな。はい、ちょっとジョーさんとかにしてみようと思います。はい、でこんな感じでちょっとギザギザになるように、はい、この目地に合わせて描いてみるっていうことですね。はい、でさらにちょっと赤のあの濃い赤をちょっと取ってもらって、ここら辺を先端をちょっと濃くしてみようとか、この親指の方だけちょっと濃くしてみようかなとか、はい、ここら辺をこうやって調整しながら、いろいろ自分のお好きなものをちょっと遊んでみるって感じですね。でここのですね、あの黄色のところはこの今焼き込みの蒸散にしてるんですよ。で蒸散にしてるので、こうやってちょっと綺麗なブルーで描いてるのに、蒸散だと少しね濃くなっちゃうんですね。はい、なので濃くなっちゃうの嫌なら、一個またレイヤーを付け加えてもらって、ここでまたこんな感じで新しくブレンドモードにしないで、普通の標準のままこんな感じで色をつけてもすごい可愛いと思います。はい、はい、マスクをクリップしてください。はい、そしたらこの下の方の黄色、ベースの方のこの手首に近い方の黄色をこんな感じで、はい、これは今標準にしてます。はい、こんな感じでですね、色の付け方も2種類紹介しました。はい、もうベースをそのまんまあのグラデーションつけちゃう方法と、あと上からですね、あの焼き込んだり焼き込まなかったり、いろいろ調整しながらちょっと描いてみる方法。はい、なのでこの一番上にですね、この目地、イラリアさんのこのテクスチャーの目地を一番上に乗せておいた、この間ですね、間にいろいろできるってことですね。はい、このベースのミトンとこのイラリアさんの模様と、はい、なのでこんな感じでいろいろこう色をつけて、可愛らしいグラデーションのミトンを作ってみてください。はい、なのでね、冬らしいものをちょっと描こうと思いまして、はい、という感じで、はい、今日もですね、楽しかったなとか、あ、そんな方法あったんだ、無料ブラシ楽しそうだなとかってちょっと思っていただいたら、ぜひいいねボタンとか登録よろしくお願いします。はい、今日も見てくださってありがとうございます。あの
イラリアさんのブラシとか、他のブラシとか、私の概要欄に載せておきますので、そちらを見ていただいて、あと使い方は、300以上の無料ブラシのところで、ちょっと見てみてください。はい。ということで、概要欄もぜひチェックお願いします。はい。今日も見てくださってありがとうございました。じゃあね、またね、バイバイ。